イタリアのスターサイケボン焼きそばカップポロチキン味、揚げ麺に液体ソースがついていて火薬は最初から入っています。麺は幅広の薄い扁平断面で気泡感が結構あります。カップうどんにも近い舌触りで軽い食感です。量は結構あり、これだけで適度な満腹感を得られます。ソースは醤油がベースの味で、こってりした鶏の脂の香りが強いです。ウスターソースっぽい香りはしません。旨味はかなり強く、辛い刺激はありません。脂っぽくちょっと重苦しさもある味です。具は乾燥野菜のほか鶏肉が入っていますが、大豆タンパク質かと思ってしまいました。お気軽な製品かと思ったら、結構本気で独自の焼きそばを作ったようで意外でした。